若い選手がいる分やっぱり勢いもありますし、すごい躍動感があると思うんですけど、やっぱりその世界を経験してない選手の方が多いので、うまくいかなかった時にどうやって修正するのかっていうのが、課題ではあると思います。なかなか日本でやってもらえることってないと思いますし、面白いサッカーしてるなとか、もう一回見たいなと思えるような試合をしたいなと思います。もちろん結果も大事ですけど、3試合ある中でその初戦っていうのは、そのあと戦う上で一番大事になると思いますし、勝つことで勢いに乗れるとも思うので、明日はまず何が何でも勝ちたいと思います。ありがとうございました。